スーパーマリオカジノ。これはね、まあ、2期の僕のコースなんですが、最初がルーレットとカジノっぽいね、なんかコインをいっぱいまあ、サクサク集めていきましょうっていう感じですよね。で、これは右か左かどっちに行きますかと、これルーレットですね。ルーレットで、右か左かどっちでしょうと、ランダムで右か左か分かれるようになってます。こっち行ってみましょうかね。こうすると、ルーレットがスタートして、右左どっちかなーと、どっちでしょうと、あってからコインがもらえる。あ、やった！正解だからコインがもらえると、やりましたー。これもちろん右に行くパターンもあります。右になる場合もあるんで、一応そのパターンを見せておくと、これルーレットがこっちに降りてもルーレットが始まって、右左と、これ右になることもあるんだよね。ほら！ほらほら！右になった。右になって、こっちのコインもゲットできると、完全にランダムで作ってますね。さあ、ラッキーでした。ラッキーと、やったやった。さあ、次がリズムに合わせてコインをゲットしろと、ファイヤーを右、コイン、凍ったコインとしてることによって、凍ったコインを溶かしてくれと言ってるわけですね。さあ、これでコインが来るから、チャン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 ポン、これは BGM に合わせてポンポンポン、 BGM に合わせてコインが手に入るようにポンポンなってる。だから太鼓の達人みたいな、なんかそんなイメージで作りましたね。ポンポンポーン、からのポーンポンポーンポーンポンポーン。まあこれね、気づかない人もね、リズムになってるって気づかない人でもまあ楽しんでくれればいいかなっていう。ポンポン、 OK、 来たー。これでパーフェクトと、時間が来たら鍵をゲットして次に進める。さあ、そしてこれが、GO と左のコインが溶けて GO だけ残るという風になってますね。さあ、次、ピンボール。ピンボールなんて作ったっけな自分でも忘れてるぞ。これは、あ、作った。ここで、羽をポンとしてから、これで、ここでポンと、OK、からのポン。よし、いいぞ。ポン。OK、あのコイン取りたい。ポン。コインが取りたい、ちょっと待って。コインが取りたいです。あ、取れた、よかった。ポン。OK。あ、これでコンプリート。ギリギリコンプリート、よかった。ここはチビになって、イートと、あー、そうそう、作った。ヨッシーでコインを食べてくださいねと。これはだから、右と左で、これ結構難しかった記憶があるんだよね。左、右、左。あー、間違えた。あー。左、右、コイン、うん、あー、ちょっとうわー、自分のコースなのに。さあ、ここでヨッシーを逃がして、コインドロップ、あれ、コインドロップってなんだっけな。あー、そう、ボム兵の、爆発で、爆風でコインをゲットするっていう、そういう感じだ。そうそう、思い出してきた。ポン、こんな感じ。待って、ポン、あと1回くらいできるでしょ、あと1回くらい。ポン、ヘイ、1コイン逃しちゃったけど、そう、こんな感じのを作ってましたね。あー、これでもう、タイムアップしてからはコインをゲットできない風になってるんですね。いや、なんか久しぶりにやったら結構忘れてるな。そしてスロット、これは、ヨッシーの卵が一番レアで、次が羽、次が、フラワー、その次がキノコと、何にもなしのスカが1コインっていう風になってますね。はい、これはスロットなんで、上の方に現れたアイテムに合わせて叩けば、それが手に入るっていう感じになってますね。羽の次がヨッシーなんで、ヨッシーをゲットしたいな。羽、ヨッシー。OK！ これでヨッシーがゲットできるようになっていますと。ヨッシーゲット。ヨッシーをゲットしてこっちに行けば、ヨッシーでしか行けないところ、ここはヨッシーでしか行けないので、こっちに行ってコインがザクザクゲットできると、こんなコースになってます。そしてコインが、たくさん集まったので、これがリザルト、100分の141と141が2期のスコアですね。コインを141枚ゲットしました。さあ、するとゴールに向かって、上の方に行って、リッチエンドと、これエンディング一応2つあるんだよね。まあ、大した分岐じゃないけど。一応もう1個もやってみましょうかね。ちなみにスロットの方も別パターンで狙っていけば、例えばヨッシーの次の、
キノコですると今度はこっちから落ちてきて、キノコがゲットできるとこういう仕組みになってるんですね。もちろん他のアイテム、ここはフラワーが出てきて、ここは羽が出てくると、アイテムごとに、落ちてくる場所が分かれてるんですね。さあ、ではこれが、もう一つのエンド、もう一つのエンドはこれキノコだから、キノコできるところはここと、ここでキノコに行けました。17枚、全く足りてない、全く条件が足りてないですね。足りてない場合どうなるかというと、ちょ、リザルト17枚で、さあ入ってみるとゴールができないので下に降りてコインをゲットしてそこでゴールと、これが通常エンドっていう感じですね。だから100枚いかない人もクリアはできるようになっていて、その代わりリッチエンドを見ることはできませんと、そういう仕組みになっているっていうことですね。はい、ということで今回は2期のコース、スーパーマリオカジノ、よければ皆さんも遊んでみてください。それではまた次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。